今日はちょっと野暮用で福島県のいわき市に来てるんですけど、このこれですね、これちょっと見てください。しらみずあみだ堂を、しらみずあみだ堂、1160年に建てられた国宝の阿弥陀堂を中心に池、中島を配置し、周辺の山々をなんとかって書いてあって、平安時代後期に流行した浄土庭園として国指定史跡となり、その後発掘確認調査等に基づき復元されてます。ここなんですよね。これですね、文化財愛護重要文化財国宝なんですね。元聖寺阿弥陀堂、花器厳禁。犬の散歩はダメだそうです。こんな感じで日本庭園ですね。これが太鼓橋ですね。わあ、鯉がいっぱいいる。ほら、鯉がうざうざいる。餌もらいと思ってんだ。餌ないよ。これぐるーっと一周できるんですね、日本庭園。そっちかもぐるーっと一周。俺はちょっと暑くて歩きたくないので。もう鯉食う、うまそうだなこれ。鯉国にして食っちゃうぞって感じですね。すごっ、うわ、でかっ。あれは食えねばな、大きすぎて。うわー、これもみじか。うわー、緑がすごいな。熱っ、めちゃくちゃ熱い、焼けるように熱い。あら、これお金取られんだ。財布忘れちゃった。戻ってくか。参拝料500円取られるのか。500円です。500円ですか。はい。うわー、すごいな。こっちね、鯉がいないな。これはなんだろう。ちょっと一直線に見渡せます。これか。うわ、綺麗だな。すごい日本庭園だ。何これ、何これ、線香体だろ。これが
ちょっとそっちの探索してくるが一回。中に入るまで。うわ、仙石草。放水樹。へぇー。あかねえ。あ、これより先は、こっち側は有料だから、そう、多分その外回りは無料で行けるんですよね。俺がいるところは有料だから、もうこっちには来ないでくれって、この柵で立ち入り禁止って仕切られてます。あれ？なんか石碑がいっぱい並んでる。何これ、漢字が読めないな。顔ないお地蔵さんとかもいるじゃん。供養塔、裏側もいける。わあ、こんな感じになってるんだ。ちょっと逆光であんま見えにくいかもしれないけど、消火栓。もみじ綺麗でしょ。もみじ、秋になったら外回り先攻めましょう。外回り、中は最後にしましょう。芝生は入ってダメだ。なんか文字が書いてある。50万円寄付している人いるんだ。これ金50万円って書いてあるんだよね。俺これ作るのに金5万円金3万円あ、ずーっと名前書いてあるんだ。すごっ。わあ、ずーっと書いてある。お金寄付した人。よし。あら、もみじみたいなのが紅葉してる。ほら。ほら。あら、もみじじゃね？ほら、違うのかな。何これ、何も書いてないから何なんだか分かんない。何これ、石が積まれてる。なぜか知らないけど、あれ、この石奇跡的に立ってる。やった人いるんだ。いよいよ中探索してみるか。今お客さんいたんだよな。貸し切り状態でできるかな。あ、いる。とにかく、これが、白水阿弥陀堂。すごい。なんか、お祈りしてる人がいる。やめとくか、お祈り。土足禁止なんだ。新鮮な場所ですからね。静かに行きましょう。すごい。
宮大工が作ったような建物。道内はすごいな。道内の撮影は禁止だそうです。次のとこ行くか、それとも帰ろうかな。あと2か所行きたいんですけど、ちょっとネット上には出てこないんですよね。なんかお腹空いちゃったな。錦鯉が優雅に泳いでる。ほら、錦鯉来た。